さあ始まりました。どうも、松岡拓也とフナッシーと秋の、セカンドアルバム U&I リリース記念ニコ生スペシャル。ありがとうございます。いや始まるんだし似てないし、でそんなねコメントが冷たい感じで始まったって、始まりましたけども、フナッシーね、ありがとうございます、はい、フナッシーも流行りですから、今日はねこの3人で頑張っていきたいなと思いますけどもね。セカンドアルバム U&I がリリースね、はい、されましたけども、松岡くんいろいろね、リリースされてないよまだ、リリースあ記念イベントね、すいません、まだしてないです。そんなね、はい、怖い感じで突っ込まないでくださいね仲悪いと思われちゃうじゃない。いや仲悪いから俺が、やめて、いや仲悪いし、役屋でもずっと喧嘩してます。やめてやめて、違う違う、些細なことで喧嘩して、フナッシーの取り合いしてまず、ね、違う違う、なんかガチャって入ってそのね、あ楽屋、楽屋で楽屋がちょっとあのムンムンとしてたんですよなんかホコリ臭いみたいになって俺の体臭だって言い始めて、秋臭いよそんなわけないだろみたいなね、些細な喧嘩ですから、お願いします。たくさんねコメントしていただいてね、はい、ありがとうございます。ほら仲悪いんですかって、いや悪くないよ、仲悪くないですよ。ありがとうございますね。まだついてない、やっぱ向かってる人もいるんですね。まだついてない人もいるんだ、やっぱ今日は台風なんでね、本当に皆さん、うん、ありがとうございます、来ていただいた方は、で来れなかった人本当すいませんね、はい、ちょっと拓也スマイル上げといて一旦ちょっと、ああもういいですよ、もう大丈夫です。そんな顔面ごといくと思ってなかったのでここでやってくれると思ってたんですけども、はい、もうすでにレコーディングは終わったんですか？レコーディングは全部終わりました、無事に。どうでしたかレコーディングの方は？レコーディングはですね、すごい今回の曲って7曲、まだ7曲入りなんですけど、それぞれ全然違う曲調なんですね。あ、そうなんだ、タイプが違うみたいな。え、タイム？あ、タイプね。あ、タイプが違う、そうです、タイムが違うっていうね。すごい、だからその難しい、今まで歌ったことない曲も2曲ぐらい入って、え、なんで大体曲って4拍子じゃないですか、4拍子、うん、1、2、3、4じゃないですか、うんうん、なくて1、2、3、1、2、3っていうリズムの曲があるんですよ。 その曲はまだ歌ってないですけど、たくや、たくや、たくや違うそういうのじゃないけどいや、わかんない、そういう3拍子がすごい難しかったです。ほうほうほう、もう下手くそ下手くそってめっちゃ言われて、いいね、そんなことないよ、めっちゃ怒られたんですよ、下手くそ下手くそって、リズムもっと勉強しろって言われて、あ、リズムが難しかった、はい、難しかったです。じゃあいろんなタイプの曲を今回はじゃあ、はい、入ってるということですけども、はい、あの前回はね作詞もしたって言ってたんだけど、はい、作詞どうでしたか今回は、しましたか？今回は、今回も2曲だけやらせていただいたんですけど、あ、したんだ、はい、シェアしようという曲と、その3拍子の君の存在っていう曲を作詞してさせてもらったんですけど、うんうん、まあでもね、やっぱ作詞は相変わらず難しくて、うん、あの何回も書き直し書き直し書き直しってさせられて、うん、させられてって言ったらおかしいけど、うん、なんか強制的にやらされてみたいになっちゃってるからね、なんて言うんですか、うん、その迫られてね、うん、そう迫られて、期日がありますからね一応ね、そうなんです、だからそれで、あの、アキくんマジでイケメンやってもう一回言ってくれよ、あ、でも映ってない映ってない映ってない、なんで映ってないなんで俺フレームアウトしてんだよおかしいでしょ、そんな感じですごい難しかったんですけど、え、作詞さ、でも早くするときにさ、はい、こうやった方が集中できるんですみたいなのあんの？寝る前とかかな、寝る前、寝る前とか、あ、本気で書こうと思ったら、え、大丈夫さ、なんか志賀さん眠いとかなってない？いや、それはなってないけど、大丈夫、それはなってないけど、うん、あの、なんていうの、一気に集中してしないと無理、俺は寝る前に、寝る前とか、うん、あ、今日書くぞって思って、うん、一気に書く、あ、そうなんだ、で、ほとんどダメ出しが入ってまた、よし書くぞって頑張って、うん、また書く、それ寝る前にやってるからダメ出し食らってるんじゃないの？違うんだ、じゃないと俺書けないんですよ、あ、そうなんだ、ね、ふと思いつく人とかいるじゃないですか、うん、ふと詩が降ってくるよみたいなね、そのなんか生活してる中で、うん、ふとなんかトイレ行ってて、あ、何々とか、トイレはなかなかないと思いますけどね、例えばですよ、お風呂入ってる時に、あ、この表現いいんじゃないかとか、そういうのがないから俺、うん、なるほどね、一気に考えるんですよね、だからダメな叱るんです。いや、作詞はなかなか難しいと思いますけども、難しい、あと聞きどころってあります？聞きどころ、うん、まだでもね、聞かせてあげれてないんでね、全曲を、うんうん、まあでもそれぞれなんか、あの、いい曲です、うん、いい曲ですよね、やっぱり、はい、こういう特徴があるみたいなのある？なんか今回このね、アルバム出たら、はい、多分ここに注目して聴いてもらいたいみたいなのあります？ここに注目、うん、でも今回、あ、でも言わんとこ、まだ秘密主義やね、君は、そう、まだ、聴いてからの楽しみですね。なるほどね、でも歌詞はすごい本当にいいですし、うん、曲もそれぞれ、うん、歌詞、え？ふなっしーじゃないよ、歌詞ね、歌詞がすごい全部いいし、うんうん、
あの曲もね本当にさっきも言ったんですけどそれぞれ違うパターンで、うん、1枚でね、うん、1枚で、うん、なんか松岡拓也を楽しめるって感じです、うん、なるほど前回に引き続きその1枚があれば松岡拓也を楽しめるとね、はい、さっきからねふなっしーを起こしてとか言われてんだよね俺、うん、ふなっしーふなっしー起きたよ起きたよ、うん、まさかこいつに主役を取られるとはね、はい、嘘でしょでもふなっしー今日初めてさ、うん、声聞いたけどキモかったやめなさいよでもさ、キモカワじゃないなんかえ、モノマネやってよ何やったっけどんなやったっけキモくないなしほんまこんなんやねんいや、それ俺のせい、俺のせい似てないとか言わなくていいのよ俺も傷ついてるからそれでゆるキャラね、なんでゆるキャラってこんなになんかすごいんでしょうね人気とかがいやでもフナッシーはすごいたくさん動くんですよこんなんでしょうんそう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 まあ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 うん、そう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 アクションスター目指してんのあ、そうなんやそうなんだなしがだからすごい動くんですよそこも可愛いって言うからね、あ似てないとか言われるわいやじゃあちょっとモノマネしてよタクヤ俺できひんだって知らんもんいやじゃあ想像でいいからささっき一回聞いたでしょでも俺の理想はなしだよみたいないやお前それせこいわお前ちょっとお前可愛い感じにしてさ俺の想像はそうやってお前全国の皆さんに僕可愛いでしょみたいな感じで今さ俺だけバカみたいに裏声でさモノマネしてさまあありますけど、ふなっしーもじゃあ一緒によろしくお願いしますね。よろしくお願いします。なんかあの僕ちょっとブログ見たんですけど、あの PV 撮影をね、あはい、なんか熊田にさ、あったよね。こんな可愛い熊さんもいますみたいな。あれは使ってないです。あ使ってないの？あれは使ってない。あそこにあっただけなんだ。あれあのスタジオにあって可愛いと思ってちょっと撮ってみただけで。ちょっと曲名はねまだ何の曲かまだ発表できないんですけど、でもすごいなんかいい感じになってます。BV 撮影どうだった？初めてだけど。初めて？初めてじゃないか。そういろいろ今やってきたもんね。うん。うふんじゃないよ。うふんふんじゃないよお前。うふんふんじゃないのよ。いや今回はね、うん、今回でなんか。なんて言ったらいいの前の時を撮った時はあの合成してたじゃないですかいろいろ、うん、で今回も合成して、うんうん、女の子と一緒に撮ったんですおあのでも直接会ってないから大丈夫合成だからね、うん、ほんまにあの直接会ってないからみんな大丈夫お前直接だったら何するんだよお前何もせんけど何もせんけど、うん、合成だから別にそ そうだからそういうなんか合成とかもいろいろ楽しみます、まあ、すごいね合成でやったんだね合成でやりました、うん、直接はあんまりふなっしーが気になってもしょうがないわ本当にふなっしー、うん、あちょっとでもこのねコメントすごいしてくれてるからさ、ね、なんかコメントにも答えたいんだけどさなっしー憧れの芸能人はいますかっていうコメントあったよ俺やっぱ門戸でピーチクパーチクのアキさんですね嘘つけー嘘つけーよお前いろんな意味で尊敬してますあちょっと尊敬してるとこもらいたいなやっぱおしゃべりできるしうんまあまあ面白いし、うん、まあまあ余分だなおいまあまあ余分だよ、まあ、金髪似合うし、うん、金髪似合うしね、うん、鼻高いし鼻高いし、うんうんうん、ぐらい、うん、いやいやもっとあるでしょ面白い面白い面白いなんか一緒にいて気が楽めちゃくちゃえ違う気が楽仲悪いふりしてるけどふりすんなよ本当にスタッフさんに仲悪いのとかさっき心配されたじゃないかよ心配されただって今日入ってきて一言目お前かいって言ったでしょ俺に対してあれシモンはいやシモンは来ないですでもシモンも最近なんかイベントでちょこちょこ絡んでるでしょ一緒ですねシモンはどんな感じなのシモンは俺とにかく可愛くてしょうがないなんか弟みたいなあやっぱそうなんだそうですなんかうん弟みたいな感じでなんかうーってなるうんあこれ今シマンこれあシモンシモンシマンって言っちゃった俺シマンって言っちゃったシモンはなんかいやシモン顔もうこんなんやったらねそううわすごいすごいあ弟おいシマンをいじんなくていいよコメントでみんなシマンをいじるなタクちゃん、こっちも変わってやってタクくんが一番って言ってるよやっぱありがとういやシマンいいのよもうどんだけシマンいじんのよどんだけシマンっすよシマンやめろ上げ足を取りすぎでしょもうやめろよ本当いやもうシマンの嵐じゃねえかお前すごいもうなんかシマンがすごい川みたいにねこれが本当のシマント川ですよ母じゃないですよ母じゃないシマンじゃないのよとんでもないほらアキさん面白いやめなさいよほらシモン君タクちゃんのうちわにチューしてたよってえやばくないえ嘘でしょかわいいやんちょっとシモンとタクができてるんじゃないかっていうさ俺の中でちょっと